サンタフェ島は、エクアドルのガラパゴス諸島に属する島である。島の名前は、カトリック領王が1492年に、クリストファー・コロンブスのインド航路開拓に資金を出す、ことに同意する契約を結んだ時のスペインの都市に、ちなんで名付けられた。行政上は、ガラパゴス県、サン・クリストバル軍に属する。英語では、イギリスの海軍提督であったサミュエル・バーリントンに、ちなんで、 バーリントン島とも呼ばれる。サンタクルス島の南東に位置する諸島内では小規模な島で、面積は24平方メートル、最高地点は259メートルである。ガラパゴス諸島では地質学的に最も古い島の一つで、火山岩の岩層は390万年前に遡ることができる。島へ上陸する際は、島の北東側のバーリントン湾から、 ウェットランディングをする必要があり、ワンのビーチからは二つの遊歩道が伸びている。一つはビーチに近い短いループ状のトレイルで、寒暖化のパロサントや巨大なうちわサボテンのほか、動物ではしばしばサンタフェリクイグアナや、ガラパゴスのスリ等の固有種を観察できる。また、ビーチではアシカの姿も見られる。二つ目のトレイルは、急な崖を登り、島の内陸部の景色を眺めることができる。 サンタフェ島では、以下の島の固有種と固有亜種が存在する。AB サンタフェガラパゴスコンサーバンシー、2019年7月11日、閲覧。ありがとうございます。